いしょー。はい、どうしました。はい、ミラスグループポートです。はい、今日は春竹さんがいません。ちょっと都合でよってちょっと今日出れないので、代わりに僕が進行させていただきます。本当に、本当、うん、やるよ、やるよ、やるよ、どうしたどうした。はい、まあちょっとあの多分グダグダになると思うんで。ならんでしょう。なる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 、絶対なる。グダグダにはならんでしょう。なるよ。ああ、はい、リオンが MC です。はい、まあ、自己紹介、自己紹介いってみましょう。はい、じゃあ、あ、あれ、カメラどこですか。どこでもいいよ、どこでもいいよ。カメラ目線気にすんの。あ、リトです。盛り上げれるように頑張るんでよろしくお願いします。よいしょ、よいしょ。俺、あ、ミカドです。よいしょ、よいしょ。はい、リオンです。よろしくお願いします。はい、そんな感じ。なんで見んの、めっちゃ見とるやん。めっちゃ見とるやん。イケメンって。あざす。ね、すごいさ、クオリティ高くない？ま、うん、マルちゃん、マルちゃんとかいろいろあるの。ちょっとな、どうも。そうなん、俺もノーセットだからめっちゃ可愛いんす。こんなん、こんなん、女の子結構地面につくぐらい。ない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 。めっちゃ仲いいやろ。おー、よいしょ。今日は、今日はおしゃべり、おしゃべりです。とことんおしゃべりです。グダグダにならんです。なります。絶対になります。絶対になりません。できれば皆さんコメントしてもらえると助かります。切実な願いです。あ、そう、やめて、そういうのやめて。じゃあ、じゃあやりますか。じゃあみんなでタイトルコールやろうぜ。タイトルコールやりますか。じゃあせーの、ヴィーナスグループフォート。チューブさんには頑張ってもらってちょっと追っかけてきてもらえる。そうだ、それでは3人で鬼やってやります。俺らが3、あ、追っかける側なんだ。追っかける側で。俺ら追っかける側なんだ。やばいね、視聴者の皆さん。やめとけや。あ、春竹さんは今日ちょっと都合で、はい、いないです。そうなんです。いないです。だからちょっとグダ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 だよね。うん、すごいコメントめっちゃしてくれて。そう、すごい、まあ、確かに狭いは狭いんやけど、はい、ね、ね、なんとかないでしょ。別に外出るし、うん、外出るし。歌舞伎町広いから。よいしょ、よいしょ。知らないの、ウーガンダム知らないの。知らない。あれしょ、あ、あれ、なんだっけ、なんだっけ、流れ星。そう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 、中へ。そう、ひじがみ様、ひじがみ様でしょ。そう、あ、あれだってもう芸歴13年くらいでしょ。外出ちゃダメって言われた。ロケ、ロケしよう、ロケ、ロケ、ロケするよ、ロケ、ロケしよう、ロケしよう。どこで、どこ、ドラマ、ドラマ作る、ドラマ、ドラマ作ろう。ドラマいいっすね、やりたいっすね。ドラマいいよね。はい、リオンの一人旅。何、何、中継者の旅みたいな感じになってる。じゃ恋愛ドラマ作りますか。じゃあ恋愛ドラマ作る、はい、帝さんをリオンさんと自分で取り合うみたいな、はい、あ、それいいな。完璧 BL やん。同伴じゃないです。今日、休みです。休みです。カリスマ、昨日締め日だったので、今日はお休みです。はい、明日からは通常営業です。です。なので今日来ないでください。明日、明日待ってます。言い方、言い方。違う、違う。今日休みだから俺ノーセットです。あ、でも気合い入れてきてたの。気合い入れてきましたね、やっぱり。さすが、ニコ生のために生きてるって言っても過言じゃないですからね。さすがだね。今日の放送にかけてます。今日の仕事、仕事。よし、じゃあ遊ぼう、遊ぼう、遊ぼう、
遊ぼう。だってさ、まだあの企画やるには早すぎるやん。全然ね、むしろ今からもうエンディングトーク行こうかなと思って。やめとけよ。逆にいいっすか。先にエンディングやっとく。先にやっとこ。先にやっとこ。サダイさんじゃんけんやる。何それ何それ。何それ知らないの。知らない。なんかあのプレートね、持ってなんかグーチョキパーやって、最初はグーじゃんけんほい。知らない。ナンバーを。知らない。何それ。流行ってんの。サザエさんじゃんけん。いやもう昔からあるでしょ。あの番組終わった後もやってるじゃんサザエさんが。あ。そうそうそう。はい。はい。今日はオールだった。何してたんすか。すげー。オールの中見てるんですよ。さすが。ナンバー発表。ナンバー発表は細須を。細須をお願いします。さーて来週のサザエさんは。明日のサザエさん。明日今日じゃなくて今日だよね。日曜日だから。サザエさんってまだやってんの。やってるでしょ。やってる。サザエさん終わったら日本滅亡するよね。え、そう。いや、やるでしょ。え、大丈夫。何時代から来たし。え、テレビ一切見ないよね。あー、出た出た出た。そうやって言っときながら DVD を見てるたち。うん、見てるたち。そうそうそう、そうね。テレビの時間はめて DVD ひたすら見てる。そう。だってテレビ最近なんか面白いのがないんだよ。あるって。ちゃんとあのニュースエブリデイとか見てる。ニュースじゃん。見てない見てない見てない。ちょっと見てない。ちょっとニュース面白いから見て。なんかね、最近そうサダイさん一生終わらないんだって。そうなの。なんかあの国家がそうやってしてるらしいよ。え、国動いてるの。サダイさん、まあ、サダイさんって国動いてる。国動いてる。マジでやばいね。国動いてる。国動いてる。ちゃんと6時半になったら家にいなきゃダメだよっていう。国動いてるから。やばいねそれ。うん、そしたらもうマルちゃんともそうでしょ。そのためでしょ。いやマルちゃんはあれ違うんだよ。あ違う。あれはあのマルちゃん生命が動いてるから。逆に。えさマルちゃんってだけじゃん。どういうことですか。ね、言いたい言いたい。番組中カップラーメンと出てこないでしょ。だってマルちゃん。あそういえば。そういえばじゃない。そういえばない。えマルちゃんなんでやってるか知ってる。毎週日曜日。え、わかんないです。あれはあのサザエさんの方が強いから、はい、じゃあ私があの前座やりますっていうことで。さくらももこが言ったの。え、そうなんすか。え、前置きなの。え、前置きなの。全然知らなかったでしょ。知らない。俺も知らないもん。今絶対言ってない。絶対言ってない。さすが。ちょっと早くみんな喋って。喋って。喋ります。俺も疲れた。俺も。見て、見えてないし。あ、どうしようかな。じゃあ、恒例のビトの一発でいく。いきますか。行くんだ。いいっすよ。行くの。行くんだ。一回断られるのかなと思って期待してたの。あそこやるんだし。やるの。いや全然 やりたい。いや別にやりたくはないです。あやりたくない。ってことはリオンだね。俺。そうでしょ。やりましょう。桜ももこに怒らないでだって。桜ももこって生きてる。生きてるでしょ。え何あれマルちゃん死んでんの。ええだって書いてる人はまだご健在してる。ご健在だから、ね。健在なのあれまだ。やめときなさいチミ。生きてる。君あ生きてるね。ほら怒られてんじゃん。生きてるよって。えサザエさん書いてる人もご健在。ご健在。マジで。もうおじいちゃんだと思うけどね。催眠術やってだって。催眠術。え誰かできる。あ自分できます。やっていいですか。いいよ。どうぞ。いきますよ。お。催眠術やります。そう。あなたはだんだん眠くなる。あ俺が寝てた。もう今多分もうオチ見えてたからさ。オチよくあれば。あでもいいよね。可愛いって。可愛いですよね。可愛い。可愛さ狙ってアピールしました。そうかこの作詞名。作詞名本当にそうマジ勘弁。さっきからさリト君イケメンしかない。下え下だぜ。下に出てくる。ごめんちょっとあの機械音痴だもんね本当に。味方さんこのだけキノコの里で。キノコの山で。モノやるね。あ、大丈夫。俺がモノボケやったら放送事故起きるけど。大丈夫です。大丈夫出す。お前完全やん。出すってない。今のはガチボケどっち。ガチ。ガチで。ガチだ。まあ、ちっちゃいですよねこれ確かに。よしモノボケは行くよ。あアップしてください。アップしてください。これで。あれ今日雨降ってるね。はい。今日雨降ってる。ちょっとこれやめとけやもん。グダグダやん。グダグダやん。モノボケあかんねんって俺。もうでも無理線じゃないですかこれ。
あーこれ、あれか、水中に入るときにこれね、こうやってするやつね、こうやってしながら、音止まっちゃったほら、放送事故いろいろ起きるから、後でクレーム来ても知らんからね、俺とりあえずテキーラ3杯くらい飲めばいい確かに、あの、もう、あの、まあね、しかも今日は、あれよね、ビール飲んでるからね、ノンアルは甘い、ノンアルじゃない、ノンアルじゃない、ノンアルじゃない、これ朝日、朝日朝日スーパーとか大丈夫だから、俺がノンアルなんて飲んでたら、うん、多分怒られると思うね、あの宇宙が滅びるよマジで、宇宙大戦争勃発するからいいの、あいいの、はい、りっちゃんあんまり喋ってなくない、喋りますが、もう人見知りなんすよ、 もっとグイグイ行こうだって、もっとグイグイあさ、リスナーさんから俺今日殺されたいペロ殺されたいペロこじゃあ最近作った変顔します、変顔を。オッケー。ちょっと、アップ、ちょっと待って。アップお願いします。はい、こっち。こっちの方が、こっちになっていく。いけるかな？できます。変顔を。3、3、3、できます。3、3、2、2、1、1。どうすんのこれ。事故起きるから。いや、でもこれ絶対見てる人笑ってます、絶対。聞こえないだけで。はい。聞こえないだけ？オラフの顔真似の方がウケる、だってオラフの顔真似できんの、オラフできん、なんでできないです、できないです、できないです、オラフの顔真似ちょっとできないですね、味方は無理なのかって、何が無理なのか、何が無理なの、何が無理なんですか、滑ってます、まあ、マジかマジかって今完璧です結構ね、今の自信作だった、結構自信作だった、え、なに、ここに来る人ってモノボケかなんかやらなきゃいけない感じ、そういうやつだって、結構俺、ほら、リオン行けだって、俺行くの、俺行くでしょ、今回の回、ほんとやばいよ、あ、俺じゃない、てかさ、俺さ面白そうな、こっちかさ、俺、そのままでも多分さ、変顔なんだよ、俺、あ、俺アップやん、はい、びっくりした、はい、リオンの辺もうやってんかいもうやってんの、あの、332211とかいらんかった、いらないんだ、ね、何自分だけさ、ちょっとさ、顔を壊さないようにしようとしてんの、え、はい、もし、はい、ご、ね、次よし、俺の、行く、俺の変顔言っとく、お願いします、ちょっと待ってね、そう、はっ、そう、うん、常に変顔です、はい、すみません、オッケー、行くよ、言って言って、はい、3、3、2、2、1、1、え、いいの、今日ほんとグダグダの回だよ、ほんとに先に言うけど、ん思い切りがったな、ほんとにグダグダだよ、今日、え、ちょっとさ、たまにはさ、アウトホーって来ちゃったよじゃあカリスマゴレラやりますか、カリスマゴレラを、地方のホストの方が面白い、え地方のホストってどうだったって、どんな感じなんですかね、地方のホスト、なんかワイワイしてるイメージあるけど、うん、ね、ワイワイはしてんじゃん、まあ、横浜の方とかもほんと飲みせんみたいな感じですもんね、うん、そうなんだ、はい、二部的乗りでしょ、そう絶対潰れるでしょ、でもそれも安い、え、何店が潰れるの、違う、自分が、あ、自分、え、だってさ、必死だもん、地方のホストって、うん、じゃあなんか地方のホストってさ、売り上げじゃないじゃん、なんかもういかにこの焼酎を開けたろうかなとぐらい考えてないよ、ほんと飲むだけみたいな、そう、俺群馬でホストやってた時やばかったもん、やってた群馬で、群馬のホストはもうマジでしょっぱなで、一緒についていいですかっつって、普通このこういうグラスなのに、うん、違う、あの普通にさ、うん、今日月は風呂と渡されてさ、うん、はい、グイって、グイじゃねえこのババアとかと思いながらグイじゃねえんだよみたいな、もうどうは、マジか、あれ地元は岩手だけど、うん、岩手ないんだよ、ホストクラブ、あ、だって岩手だもんね、岩手だもん、岩手バカにするね岩手バカにするね、え、でも岩手っ てあるんだよ、あるの、あるんだけど、最近できたらしい、おー、なんか仙台の系列、なんかリオンさんはなんか岩手顔っすよね、岩手顔ってどういうことね、岩手県民みんなこういう顔なの、岩手っぽい顔してますよね、そういえばいたわ、リオンに似てる岩手県民、どこさ飲
飲みます。岩手ってどこの国？日本だよ。日本だわ。あ、あれ日本だったの？日本だわ。え、だって俺駅降りた瞬間パスポートありますかって言われたの。いやいやいや、それ沖縄とかじゃないの。あの、え、入ってる。あ、入ってる入ってる。ちょっと待って、沖縄は日本だからね。一応岩手って火星とかの方が、ね、違うわ。なんで地球外なの？え、太陽の裏側ではなくでもない、ない、ね。いや、だって現実的なんですか？漫画の世界で。知らんわ、もう。知らんわ。ごめんなさい。いいえ。ごめんなさい。岩手の人いたら、ごめんなさい。すいません。ここ、謝っとくべきでしょ。え、リトはどこの人なの？自分はもう東京っすもん。あ、東京なんだ。あ、東京っぽい顔してるもんね。そうなんですよ。結構東京側って、誰が東京側や。このまま立川でやってて。あ、ごめん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 。今さ、ごめん、やめなよ。今、ごめん、みんなのコメント見てた、今。あ、みんなのコメント見てた、今。純粋に。そうか、いいな、みんな日本顔だね。いいね。日本顔俺、わかんない。俺ね、よく言われる。日本顔じゃないよね。あ、でもハーフっぽいっすよね。だからさ。ニューハーフ？はい。え？今、はいって言ったよね。言ってないって言われたから、ね、ニューハーフっていう。やっぱり、親父に感謝だな。ヨーロッパっぽい。そう、あ、よく知ってんな。え、なんで？なんで知ってんの？あれ、俺言ったっけ？言ったっか？知らない、知らない、知らない。言ったんじゃない？ってことは。多分ね。そう、親父が、あれなんだよね。ロシアと韓国のハーフ。ニカルさんは、あ、そうなんですか？ハーフなんですか？そう、あ、そうなんすね。親父がね、俺、クォーター、ミカドはもともとニューハーフ。もうやめなさい、ちょっともう、本当にもう。これでも2丁目にいましたよね。いたね、はいはいはい、それただ単に飲んでただけでしょ。別に働いてるわけじゃない。働いてはない、ない、ない、ない。ちょっとやめて、これ放送。あのさ、来られる人、大体そういう感じでいじられるよ。あ、おとんはね、おとんね、おとんどうだろう、イケメンじゃないよ、スキンヘッドで、ここになんかあのハートの入れ墨3個くらいする。怖くね？マジで？うん、怖っ。そう、未だに戦争行ってるしね。絶対すでしょ。わかんない。ホスラブ系あるらしいですよ。ちょっと待って、俺のホスラブね、荒らしてもいいけどね、ちょっと綺麗に荒らしといて。綺麗に荒らすか？荒らしても汚い、綺麗ないでしょ。え、あるでしょ。帝さんイケメンとかって言ってバーってそれで荒らしといてくれればさ、あ、帝ってイケメンなんだって俺のそのポテンシャルが上がるじゃん。で、最終陣営落ちてとかね。そうですね、逆にそんなない、結構あれっすよ。じゃあ、ちょっとディスっといって。逆にですね。キュッと吹く、帝、拾え。24歳の規模ありですか？懐かしいっすね、キュッと吹く。キュッと吹く、ジャガーじゃなかったっけ？そうそうそう、はい。めっちゃ面白いっすよ。お父さん、小指あるよ。あれあれあれ、日本で言ったら親父自衛隊や。そうなんだ。そう。炎上商法ってなんすかね。炎上商法狙ってこう。あれだよ、あ、だからあのホスラブ炎上させてさ、はいはいはい、で、あ、どの人みたいな。あー、そうなんすね、はいはい。炎上商法狙わせて、ね、狙ってよ。アイドルとかよくやるやつっすよね。そうそう、そうなんです、ね、炎上して嫌だとかって言ってるけど、絶対ね。味方ニューハーフ、父は親指がないの。あ、親指以外なし。親指、これドラえもんじゃん。完全ドラえもんじゃん、それ。親父ドラえもんなの。親父どんな悪いことしたの。なんかの絶対やられるでしょ。絶対。親父、お父さんジャガー違う、多分クマやと思うよ。多分クマや、ジャガーほどかっこよくない。私が味方の。嘘つけや。お袋見てたらびっくりだわ。一回俺前働いてた店に来たけど。嘘。飲みに来たけど。俺、お母さんに置かれてんのこれ。どこで買った？お母さん見てますね。お母さん見てる、ね、もう二十歳超えてるからええやろ。もうええ。味方のお父さん人間じゃないと思うよ。さっきスターウォーズだね。ジェダイの騎士。マジでジェダイの騎士だったらよくない？ここくん。ダメなんだ。ダメなんだ。おいリオンって言われてるけど。
うん、なんかリオンさん頑張りますよ。早く答えてあげて。なんでしょう、なんでしょう、あの名前だけ。はい、めっちゃ呼ばれてる。めっちゃ呼ばれてるけど、ね、リオン、おいリオン、おいリオン。悪いことしてへんやろうなって言ってますよ。はい、してない、してないです。悪いことはしてないです。待って、まだいいじゃん。おいリオンとかって呼ばれてるだけいいやろ。俺さっきからさ、ミカドのお父さんもニューハーフとか、ミカドニューハーフとか、しかもミカド二次元っぽいやろ。俺もうあの人間じゃなくなったから。リットもうお前飲んでねえって。ダメダメダメ。よし、じゃあこっからは、はい、リオンの断髪、あ、リオン、リオンさん、あ、そうだよ、リオンさん、セナテンの、あの断髪式、あ、断髪式、うん、やっていいよ、うん、え、放送する、放送しようっていう話になってた、先々週ぐらい。そうだろ、うん、そう、しよう、え、がっつりがっつりいこう、がっつり、うん、長いよね、セナさんね、うん、そろそろ切る時っすね。そろそろ気な、母やむわって、ごめんね。じゃあさっきさ、帝の話飽きたって言ったから、他の人も話回さなかったなって思うやん。そう、母やむわってごめん、ママ。ママごめん、俺自分のお袋のことママって呼ばんけど。お母さん、まあ、ね、お母さんなんて呼ぶ、お母さんっすか、うん、お母さんっす、お母さん、はい、なんて呼ぶ、お母さん、俺だけ違うんか。なんすか、母上、俺クソババアって。ダメでしょ、ダメでしょそれ。クソババアみたいな。まさ、ま、まさ、まる三角輪郭っすね。さあ、まあ、一回、はい、まあ、これでいいけど、もう一回、もう一回やろ、もう一回、もう一回、もう一回ちょっとアップにしてもらいいの、の、あの、やっていけ、はい、いたしゃい、CM 明け、 CM 明けじゃあ、 CM 明け、 CM コールやって、 CM コールやって、 CM コールやって、 CM コール何で言うんですか、 CM 行くときね、どうぞどうぞ、じゃあ CM で。今のはオッケーやろ、ね、ほら許すって来てるもん、完璧でしたね、うん、もうこれはいけるやろ、マドラーで一発ゲー、あー、めっちゃ、知ってる人だこれ、誰か知ってる人、知ってる人っすね、従業員じゃない、もしかして、これ従業員っすかね、もうこれトラだったら本当、おいなるよね、なるよね、一発ゲーが本当に、でもマドラーで一発ゲーとなってホストあるあるやろ、あ、散々やらされてきたもん、はい、そう、散々やらされてきたけど、うん、俺全然わからん、マジ、カメラ どっちこっちですか、え、どっちもいい、どっちもいい、どっちもいい、多分こっちだろ、マドラーで一発ゲー、マドラー一発ゲーやる感じですか、なるほど、なんかアイスペールでものぼけよろしく、ちょっと今日眉毛で、長すぎたな、さあ次。角が生えちゃった。オッケー。俺もリトを見習う。俺もあの、モノボケできるようにする。実際そこまでさ、できる人ってすごいメンタル。いや、俺ね、
灰皿で物ボケ。そうなんですよね、滑り達者なんですよ、自分は。え、でも滑り達者ってよくない？はいはいはい。なんかさ、こっちからさ、喋らんでもさ、滑ってくれたらさ、突っ込んでくれるやん。そうなんですよね、本当に。たまにしかされて、まあ、周り次第ですね、周り次第。周り次第やな。周り次第やね、はい、あの、こっち滑り芸人がよろしく、ね、俺、芸できないよ、俺。本当？本当？本当？天気予報って何してる？あ、はいはい。じゃあさ、普通に鼻噛むの？違う違う、隠れたやん、今、鼻噛むとき。俺、鼻すすっちゃいけないって耳鼻科の先生に言われてんの。先生の言うことはよく聞かなきゃいけないでしょうね、リオン。じゃあ、リト間違えたです、完璧。ごめんごめん間違えた、ごめん。ほんとごめん、ね、MC 頑張って。 MC なんもないよ、ほんと。だから言ってたの、もう最初に言ってます。あの、今日はフラフラになるって、もう頭から言ってるんだ。だって、正直さ、俺もっと集まると思ったの、人ね、そういうあの本部長と店長なんかワンチャンクルームで行きましたよ。マジで？そうですね。あの人たちの言うことはあの信用しちゃダメだ。そうですか。あの人は信用しちゃダメだ。企画ないのって。あるよあるよあるけど、やろうってすごい迷ってね。もうそろそろやっていいんじゃないの？だってもう20。いや、やろうと、いや、いつやろうかなって。人数少ないから。そのいや、2人でやる。2人でやろ。いや、3人でやろ。3人でやろ。3人くらいがちょうどいいよ。じゃあ行きますか。時間もあれなんで。はいはい。じゃあ今日の企画は、はい、携帯の予測変換を当てましょうです。はい。はい、よいしょ。はい、ここに、ボックス。引かないで。あるんですけど、この中から、1枚引いてもらって、キノコの山入れないでね。ね。で、そこから、まあ、何なのかっていうのを当てるっていう。キノコは入ってはないです。ないです。ワンチャン入ってるか。ワンチャン入ってるか。っていう感じのものをやります。はい。ホワイトボード。うん。ホワイトボード持ってきます。ヘイ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 。しょう。はい。じゃあね、これあの放送用語、放送禁止用語とかに引っかかったらダメだね。ちゃんとピーって入れてくれる。うん、生放送だね生放送。ああ、そうで、まあそんな感じです。誰からいきます？引いてもらいましょうか。うん、で、まあ人物名とかはあれ、それは人物名とかはなし。俺から行く、うん、リオンから行こう。俺から行こうか。じゃあ MC から引かないとね。うん、ほんと？おちんちんはいいんじゃない？ダメでしょ。え、ダメなの？ダメでしょ。で、あの予測のやつ、あの一番その中から選んで当てようっていう企画です。はいはい。じゃあ、あ、で、それ本当にこう見せんの？いや、見せない。あ、見せない。見せない。ほんと？うん、見せない。まあ、それを当てようっていうとこなんで。はい、じゃあ聞いてください。はい、聞きます。ジャガ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 ジャーン。はいはい。なんか落ちた、なんか落ちた。はい、これも落ちた。はい、邪魔になるからね。はい。ととなるほど。とね、とか、とえなんちょっとね、で、僕写真書くんで、それを当ててください。 OK。そういうことね。うん。とね。と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 うさん、とうさん、ちんちんがでかいのよ。ただ、あんまとを使う機会がない。なくない？とを使うことってある？整いました。オッケー、ちょっと待って。ちょっと待って。だって、とやん。とにかくお茶だから来て、やばい。受ける、めっちゃ。とにかくお茶だから来て。逆へ。で、じゃあ、書いたんで、どっちから来ますか。え、リタも書いたの？あ、一番です。はやたの？書いて。当ててんね。
え、当てるよ、俺マジで当てに行くからね。トンビがタカを食べる。トンビ強っ。絶対使わないでしょ。その前さ、それいつどのタイミングで使う。LINE して、いやトンビがタカを食べるよっていう。使わないでしょ、絶対に。分からんやん。分かんない。江ノ島行った時にもしかしたらトンビがさ、タカ食べてるところがあってみたいな。あ、絶対使わないでしょ。いや、それは笑うやろ。あ、ちなみに人物名とかじゃないんだ。あ、人物名じゃないの。じゃないっす。あ、じゃあこれあかんやんな。もう一回人物名書いちゃった。人物名じゃない。リトどうしたじゃあ、じゃあリト、リト行こう。リト、リトくんから。はい、めっちゃつまんないですけど、うん、これっすね。どうしたの。どうした。俺今言ってしまったもん。これ使いそうだね。あー、でもね、使いそう。使いそうだね。使いそう。え、俺言っていい。いいよ。東京グール。ちょっと自分が好きだけど絶対に。いや、東京グール買ったとか。ね、そういう、そういう、そういう系。共有？共用。共用。共用した。共用した。共用した。違う。正直言ってか、普通のことです。トイレ。あ、行きたかったんだ。行きたかったんだ。多分すごい我慢してたんだろうね、トイレを。めちゃくちゃ。じゃあ、そっか。トイレです。トイレだったのね。チキショー。チキショー。めっちゃ悔しいわ。だって、塔を使うことってそうそうなくない。あるって、塔は。え、あ、え、もう一個あったの。え、だって、とにかくとかってあるじゃん。それが、あ、そっち使うのかと思う。なんか、別に2つあったの。うん。トイレと、トリマ。トリマって使わない。あーね。とりあえずみたいな感じの、トリマって使わない。え、俺そんなに若くないからあんま使わない。ほんと？トリマ使うでしょ。うん。あと TBS とかね。TBS？ あのさ、それ T じゃないの。あ、違う。手だよね、それ。トじゃないよね。と、飛ぶやつ。無理食いすぎるでしょ。無理食いすぎでしょ。あかんらしいよ。え、先輩。ダメだって。ダメなの？飛ぶやつさん。ダメなんですか。じゃあ、次、どっち行く？じゃあここはね、イケメンからでしょ。うん。ハトはってない。何が出るかな、何が出るかな。いや、カメラ消した。あー、これよく使うやつ。す、すのあと。これは、結構ホストやったらみたいなのが出るんですかね。これホストやったら巣は使うからな。これトイレの次見たらさ、トイレ掃除なくてやめたけ。それ完璧にやつ業務連絡。業務連絡。どっちさ、森さん、ほらトイレ掃除か、うん、行きたい、ね、ちょっとその掃除をしてみて。掃除参加。何、トイレ掃除参加ってどういうこと。はい、自分も参加する。参加するってこと。それがトイレ掃除機。なるほど。参加だね、俺。たぶんトイレ、トイレ掃除参加っていうやるらしいよ、俺。なんだっちゃう。す、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 す。え、これつまんないやつだ、また。え、つまんないやつ。はい。さっきリオンさんに LINE したやつですね。いや、別にいいよ。そっから選んでいいよ、その巣の中で。あ、選んでいいっすか。選んでいいよ。あ、選んでいいの。選んでいいよ。選んでいいの。選んでいいよ。危なぁ、俺サーとか入ってたら俺サラ金とかに出てきそうだよ。だから巣の巣出すじゃん、そっから、うん、なんか当てれそうで当てれないようなやつとか選んでもらえるとね。はい、はい。お店のトイレ掃除大事だよ、大事。どうしようかな。トイレ掃除参加って何がしたかったんだろう。何がしたか、俺らが来たよ。俺らが来て、多分トイレ掃除に多分命かけてるんだろう、絶対に。これ俺から行きたい。いいっすよ。いいよ。さっきリオに送ったやつでしょ。うん、すまん。すまん、何があったの。何があったの、行きたい。え、な、なんかあったんかな。なんもない、なんもない、なんもない、すまん。なんか謝ったんかなと思って。すまんじゃない。いや、どんどん入れていい。あぁ、ちょっと待って、俺これ、これあり、これ、ちょっと待って、これはあるやろ。
駿河湾行こう。絶対沈めるやろ誰か沈めるやろ。いや分かんない、ゴールデンウィークどこ行く。いや駿河湾行きたいねっていう可能性もあるかもしれないじゃん。いや、え、それ言われた人怖いよ、恐怖でしかなくない本当にトランクにお前コメン…あ、コメントじゃない、セメントダメなやつ。オッケー、ちょっとニヤミスやんそれ。スルトンタン、え、これ、これあれ、あれじゃない、ありじゃない、ありか、使うのかそれ。え、これ使うときあるよね。え、俺よく使うよ。使う、たぶん1日に4回ぐらい使うの。ほんとに、え、じゃあ、使うの久しぶり使うやろ。使わないでしょ使わないでしょ。え、お前のことちょっと最近スタジオジブリやねみたいな。違う違う、あのさ、なんで、どういうこと言わん、言わない、言わない、言わんの、言わないのか。リト、リト、リトくんは、はい、正解は、正解です。好きになっちゃう。かわいい。もう早く飲んで。かわいすぎやろ。出たって。そんなん惚れてまうやろ。いやもうね、これスーはね、もうホストあるあるやからな。そうだね、そうですね、やっぱそういうの大事っすからね。おー、よし、じゃあ次、ミカドくん行こうか。あ、俺か、行こうか。ごめん、俺忘れてた。もうこの企画もいいかなと。え、あった、あと時間あるよ、まだ。あー、これは俺よく使うね。はい、じゃん。あ、は、は、お前何しとんねんみたいな。ああ、じゃあ言っちゃダメ言っちゃダメでしょ。ああ、それ正解じゃん、そしたら。あ、そうそうじゃない、そうじゃない。え、わかんない、俺が選んだところがそれじゃない。ああ、それじゃないかもしれないね。はやろ、はやで、は、は、はですか。は、なんだろうな。は、は、は、オッケー、いいよ、お前いいよ。で、まだ出てねえや。あ、そっか。てか、コメント仕方か。あ、俺か、ごめん三河さん抱いてって。あ、悪いことはしてないですめっちゃ、あれしてないです、本当に。これ知ってる人、あの、あんまりですよ。いや、多分、部長じゃね。いや、あ、お前いいかな。いや、面白い、めっちゃ。ん、あ、だす、たぶん社長のような気がするんだけど。社長？違うかな。社長見てんのかな。どうなんだ。え？いいよ。いい？じゃあ行くよ。歯医者行った？はい、まあ入ってたけどな。入って、歯医者入ってたけど、これではないから。違う？これではなかった、ごめん。これはね、じゃあリトは、あ、ちょっと待ってください。いいわよ。え、じゃあ答え出し早いよ早いわ。あ、恥ずかしいね。恥ずかしいは、や、よく使うな。も、もっこり、歯じゃないよ。まったり、まったり、まったり、あ、まったり、まったり、もっこりじゃない、まったり。え、これ違うの、もっこりじゃなくて、まったり、あ、まったり、まったり、たまったり。もっこり楽しい、もっこり楽しいって、なんか俺らのこと言ってるのかな。もっこり3人組、もっこり3人組、もっこりひょうたん。ちょっとみんながやっぱこっちはもっこりしてるバカ野郎バカ野郎でもいろいろとね、もっこり。で、ミカルさんだけはここがもっこり言ってるんですね。ここがね、ここがもっこり。あ、そっちが全然違う何が言いたい端が直した確かなってないから。まだなってないんだよ。だから次やったら俺、セイシーが死ぬ。あ、ほんと、そう、次、はしダメダメだよ。ミカド今日絶好調、なんかいつも滑ってるみたいな。いつも大人のはしかは危ない。そう、はしかは危ないんやって。知ってた、はしか危ないです。はしかなった、なりました。ほんま、はい、早くシャンパンおれだから今日、え、これ絶対従業員やろシャンパンは俺って絶対従業員やて。歯ですもんね。そう、歯、歯早く掛け返すよだから
じゃあ確かに入ってるよ。確かに入ってるけど。入った。かけた。母、あ、母ね。母のことは母って言わんからな、俺。そうか。ちょ。よし。あ、待って。まだあんの？これさ、ヒントを言うんだったら、まあ、ヒントいらないか。ハウルの動く城見た？何年前？違いました。はい。早くブラックパール飲みたいな。あ、ホスト的なやつね。ホスト的なやつね。ありがとう。飲みたいんやっぱり。え、もう出していい？いいよ。もう出ないでしょ。あ、もう結構ない。晩酌。晩酌。めっちゃ酒好きやん。晩酌。え、休みの日も飲んでるの？飲んでる飲んでる。ジョージ飲んでる。現場行ってたも飲むから俺。うっそ。うん。リト、マドラーの天気予報やって。いやいやいや、あれはさすがに。あれあかんの。やった方がいいですか。やった。え、じゃあちょっとはい、エンディング間近にやろうです。エンディング間近でじゃあやります。そう。おっさんやって。何してんの。もうリト君マジ君やって。あざす。本当に。やっぱりお母さんに感謝ですね。お母さんに感謝。俺ババアに本当文句しか言えない。鼻毛出てるやつ見えんのこの距離で。どんなに太いんすか。マジで。思いっきりすっごい拷問やつでしょ。何かしら書いてないとあかんやん。よし、2週目いく。2週目行こう。行こう。うん、味方朝から飲む。だって俺現場ついて、まずトラックの下から日本酒出すからね。マジで。マジっすか。めっちゃ飲んでるじゃん。じゃあ、じゃないとなんかこうやる気スイッチがないのよ。はいはい、俺の体には、うん、このほらやる気スイッチってさ、この背中とかさ、こことかさ、なんか至る所にあるって、うん、CM でやってるやん、うん、だけど俺の場合は内臓だから、うん、やる気スイッチ、うん、そう、ある一定の物質が流れ込まないとやる気スイッチが入らないっていう仕組みになってるの。マジで、うん、そこまで酒好きなの。そうだから俺あんまり早い時間ちょっと席に使えへん。使わない。確かに。そう、酒が回らんから。現場って俳優さんなの。じゃあ、トビの現場。ね、一個だけ。うん。謎の文字が出てきた。じゃあこっちは絶対。え？あれ？誰が書いたの？ここだ。バカでしょ。書いたの俺なのにさ、読めなかった自分で。どうする？こういう先輩。はい。こういう先輩。自分で書いた字を、見って書いてあったね。はい。見って書いてあったりとさ、例えばさ、はい、見ってさ。見ってこうやん、はいはい、見てこうやん、はい、今リオンどうやって読んだかって言ったらこう読んだから。それは謎やろ。同じ書いたっけかなと思ったの。それは謎やって。いや、そういうことも可愛いですね。うん、まあね、とりあえず見です。見そう、めっちゃ稼ぐやみかどしって。手伝ってるだけやから、飯しかおごってもらえへんっていうね。現場出てもそう、なんかその辺の現場の男の子たちよりもよう動いてんのに、俺ご飯弁当2個だけ、しかも俺2個も食わんしみたいな。身が少ないな。身少ない。え、俺身だったら俺1000件くらいあるんちゃう。え、マジで。うん、だってミミズやろ。でミミズクやろ。だから使うかっつの話だもん。でパンの耳。うん、未読ね。未読ありそう。あ、これ言ってそうだな。え、俺だし、できたわ。いいっすよ。うん。ね、みって出た瞬間、ミカド連呼多くない？ミカド。みりん。みりんが。みそっかす。自分が使うやつ、絶対。みんな、テレビの前のみんなは俺のことを優しい人間やと思ってんねんが。これダメでしょ、絶対。これ絶対ダメでしょ。これはダメでしょ。あかんって。これはダメ。それは完璧に、はい、ダメ。ダメ。それ、スルーな。これは、やめよう。
よーし、じゃあちょっとリト君が全然考えていないから一旦してみてます。お言葉ですが、東野社員に。確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、東野社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。ブラックソードって毎日洗濯3名、都会病なんだって。さらに行ったことある人にもが感じたるらしいよ。簡単だろ。ようこそ僕のシンデレラ。よいしょー。出ないっすよ。あ、そこにある。あります。じゃあ、一個いっていい？うん。はよ。みたい。報告ね。耳痛い。たぶん、なんか怒られてる時に、ちょっと耳痛いとか言っちゃったのは何で。じゃあ、リト。リトで。リト。お、すげえ、まさかの線いったよ。マジックが出ないとですか。あ、これ、よう出る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 、だから、なんか、もう、一回、あ、もうそのコメント俺スルーするから。自慢、これです。みかん。え、それみかんはさ、はい、コミック方のみかんなのか、はい、そのお客さんの名前とか、あの女の子の名前がみかんなのか、どっち。いや、向こうのみかんです。あ、向こうの、はい、みかんのことが自分は本当にサンドの飯よりも好きなんで、本当にご飯、白米を食べるよりもみかんみたいな。ってことは白米おかずにしたからみかん食べるみたいな。全然それでもよく、全然それでもよく。みかん茶漬けみたいな。みかん、ほんとに。で、いきますよ。ちょっと待って。まだ、ちょ、俺一個、これは絶対に、うん、絶対言ってるはず。何？線超えたんすか。うん、ミニスカ履いて。絶対言うやろ。確かに好きだけど、ミニスカ好きやろ。好き。ちょっとあのピチピチの感じのミニスカ好きやろ。うん、言ってたよ昨日。あ、ごめん。俺もや、誰が書いてんのか知らない。で、答えは、普通です。ミ。やめとけ。なんでチョイスしたのそれを。で、その後3つで、それが、何言ったかな、うん、3つが原因。ごめんな、3つって押して、次に出てきた言葉がが原因だった。が原因だった。なんだろう。あ、ミックミックにしてあげない。よし、わかった。これが、あの滑り芸人の先輩から言う、この、ちょっとな、あの必殺すごい滑り芸人。はい、仲良かったです。はい、仲良かったです。はい、ってことで、 あと2個ぐらいいけるでしょ。いや、うん、2週、まあ、ミカド君やってるんじゃ、エンディングトーク、うん、エンディングトークいきましょう。よし、じゃあとりあえず、じゃあ次、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、次はこれです。落ちたらこれだ。し、しです。し、ミスとはやばい、これ暗号ゲームになってきたね。し？し？しです。え、これ放送用語引っかからんかな、俺今から書くやつ。何のことしてる。ええやんけ、なんでも。まあいいか。し、し、できた。いいよ。いい？ダメだろそれ。それダメだろ。ダメ？ダメだなこれ。え、これダメなの？ダメでしょ。え、これダメですか？ダメでしょ。危なかったわ今俺。
分かったわよ。じゃあ、あのちょっとしのぶ君はこうやって、はい。ダメでしょ、なんか。丸々吹いてもいいよ。あ、こうなるじゃん。もう落ち、もう落ちません。あの、テンションたまに落ちるときあるけど。初回。え、何、あ、あ、これあの、ホスト目線に合わせた方が良かったってこと？いや、なんでもいいよ。ホスト目線でもいいし、普段使ってる。あ、普段使ってるやつ。リトが何を売ってるか予測。予想。予想やろ。予想だな。これです。出しちゃった。出しちゃった。シャボン。かわいい。シャボンですか。かわいい。味方目線がおもろい。目線がおもろい。目線変。失神するまで行かせてやる。味方に塩吹かされた。いつのことかわからんけど。俺か、次。え、もうそろそろ当てようや。当てよ。いいね。何？い、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 い。こ、え、これどっち？い、い、いとこどっち？い、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 い。あ、なんで俺も考えようとしたの？俺こっちで見ながら。いい、いっぱい出たねって、それ女の子と言葉じゃない？それ LINE でやる。それも LINE でやる。あ、それ LINE でやってた。それ LINE でやってた。あ、俺 LINE で塩吹かした時だ。そうそう。俺どんだけテクニシャン。そう、俺のお兄ちゃんね、サバンナのヤギやねん。ちょっとあの、ブラジルの裏に行った。ブラジルの裏？日本日本、あの、ここ、日本、日本。今のは、ごめん、素で間違える、素で間違える。え、待って、大したやつないやん。じゃあ変えよう、じゃあ変えよう。いいやめよう、いいやめよう、いいやめますか、いいやめよう。あ、あ、あで、なるほど。あ、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 愛してるは俺言ったことないな。あっち、こっち、どっち？昨日使ったの。使ったの。やめて。自分はホストだったらね、やっぱり感謝の気持ちが大事なんで、これですね。ありがとうね。なるほどね、はい、やっぱり言わないよ、破天荒だ。ザ・破天荒、ザ・破天荒だ。おう、あっすもんね。天気はめっちゃめっちゃ海外来るな。天気は会いに来て。どれにしよう。あ、あでしょ。これちょっと割とまともに書いた。ほんと？うん、ガチやで。あ、あ、あすもんな。うん、俺考えてたら喋って。あ、帝、今日はこの後何するの？俺この後愛人、どういう目線で見てる？どういう目線で？あ、アフタードがありそうやな。俺今日何しようか。映画見に行こうかな。ワイルドスピード。ワイルドスピード。ワイルドスピード。アバター。お前、絶対俺のこと言ってよ。絶対俺のこと言ってよ。映画ってさ。アバター終わってるから。あ、終わってるから。終わってる。うん、あ、味方ホテル。あ、分かった。予約したぞって、絶対これ男やんな。予約したぞって言ってるぐらい。そう、アバダどれやったの？まだこれからやる映画ね。 R2D2。 どういうこと？スターウォーズ。
やんの？やる。へぇ、やる。楽しい。なるほどね。ミカだ。で、リトは？リトは？あ、今ちょっと考えてます。ミカ、ミカタっていうやつ。赤じゃあそれもちょっと迷ったよね。どうしようみたいな。え、やっぱ YSP 思う。あー、やばい、見たい。あ、けどスカイミッション。そう、スカイミッション。でもあれあんまなんか空関係ないらしいよ。あ、そうなの。そう、ただあの空から車落とすだけやって。ネタバレ。ネタバレ。あんま関係ない。ネタバレ。やっぱり、やっぱり、やっぱりマキさん。やっぱり、やっぱりマキさん。やっぱり。絶対最初からずっとこれ。リト、行くよ。あ、ちょっと待ってください。え、そんな、あなんてさ、考えちゃダメよ。ダメですか。あはダメ。あ、ダメですか。はい、悪いことしません。いや、なんか、あの、飛行機に、あの、ネタバレだった。まだ見てないし、おるもんね。そう。うん。あ、俺行きそう。ちょっと待って、俺これね。え、あ、俺行きそうって。うん、あの、多分言いそうな人が2人いるの。うん。まあ、うちの Y 代表か、うん、N 副主任。どっちかやろ。どっちかでしょ。うわ、もうあと1分前って。うん、嘘。おい。じゃあ。もう答え出しちゃうから。出して。明日も？はてな。はい。明日も。うん。たぶん、その、はい、お客さんが明日も来るとかって言ってたから、俺明日もみたいな。明日も来んのみたいな感じで、たぶん送ったんかなみたいな。なるほど。俺も全然覚えてないんだけど。行きますか。まあ、1分前ですけど。はい。エンディングトーク。はい。ちょっとまあ明日もね、明日からまた。明日からまた営業するので、はい、はい、皆さんぜひともあのお越しください。来週もみんな作るポートよろしくお願いします。来週は、原崎さんいるので、はい、すいません、今日はこんな感じで、はい、また、まあ、え、リトも出るでしょ。また来週。あ、全然も出ますね、全然も、はい、リトも出ないで、まあ、イベントはまだ決まってないので、はい、決まったらまた報告します。はい、では皆さんお大事に。お大事にバイバイ。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。